北海道炭鉱鉄道の客車本校では、かつて関営放内鉄道を呼び、それを引き継いだ、北海道炭鉱鉄道に在籍した客車について記述する。いずれも、1906年に鉄道国有法により買収され、鉄道院所属となった。関営放内鉄道を呼び、北海道炭鉱鉄道に所属した客車は、 開業時にハーランホリングスワース社で製造された8両以外は一部部材を輸入の上ですべて自社の手宮工場及び岩見沢工場で製造されている。これらの客車はいずれも設計当時のアメリカで一般に使用されていた客車の様式をほぼそのままあるいは寸法を縮小して持ち込んで製造された開放デッキ型木製小型二軸ボギー車である。屋根は 二頭以上がモニター型のダブルルーフ、三頭以下がアーチ型のシングルルーフとされており、二十三等号作り車では二頭室と三頭室で立儀に屋根形状を変えていた。これらは車体ばかりでなく、台枠も木製で、さらに台車についても、台車枠を所定の寸法にカットしたスプルース材を、 ボルトナットで組み立てる構造としており、森林資源が豊富で、木材価格が廉価でもあった。この時代のアメリカの国情を反映し、木材の活用が徹底していた。また、この台車は軌道に対する、追従性が良好な釣り合い量式を採用し、脱線時に台車枠が大きく飛び出して破損するのを防ぐため、車体から吊り下げられたチェーンをその四隅に取り付けて、連結するなど、 軌道条件の良くない開拓地に適した構造が採用されているのも大きな特徴の一つである。なお、最初に輸入されたものには直通空気ブレーキが装備されていた。また、連結機もやはりアメリカの流儀に従って当初より自動連結機を装備しており、その取り付け高さはレール面上6 7 3ト、mm、ルである。このため、鉄道国有化後、 国鉄が連結器を自動連結器に統一することになった際には、この低い連結器高さがネックとなって、本州から構想される客下車と連結不能となり、対処が求められた。この際、これらの客車については、心臓時の床面高さが 939.8mm と、著しく低く、連結器を据え付ける、端張りの高さを変更するのが困難であったことから、 大部分は連結機高さの変更予定のない、カラフト町鉄道へ譲渡されるが、内地に残る一部車両は、大写真皿部分と、側受け部分にスペーサーを挿入し、床面高さをかさ上げすることで対処されている。このように小型車であり、しかも主要部を木製として、軽量でもあったことから、国有化後の1911年に制定された。 鉄道員の車両称号規定では、最軽量の、呼吸に分類された。北海道炭鉱鉄道に所属する客車は、以下の6グループに分類され、番号を持たない特等車を除いて1から、連番が付された。なお、下記のうち関係者とあるのは、後年の荷物車のことである。特等車、開拓士1等車、12等車グループ2等車グループ3等車グループ郵便車。 郵便艦級号作り車旅客艦級車用途を表す記号はひらがなが使用されており、その対象は次の通りである。合わせ作り車は記号を次の順番で重ねて使用する。一等車は1グループ2両、12等車配に3から9の7両が存在し、位に3、4、位に5、6、位に7、位に8、9の4グループに分かれる。 5672系形式図に1から9の給料が存在し、次の3グループに分かれる。 5 6 7 5系形式図7 9 2 5系形式図7 9 7 0系形式図8 0 5 0系形式図8 0 6 0系形式図5 9 6 0系形式図5 9 7 5系形式図5 9 8 0系形式図8 7 2 0系形式図8 8 9 0系形式図。ありがとうございます。